しんどさんおはようございます。ざす。簡単に昨日のレースを振り返っていただきたいと思うんですけど。これ真面目なやつこれは。まあ簡単に、はい、仕事で使うパターン。一応使います。あ、まあそうですね。深谷線交代制に入って、犬伏のラインが来たところでね、まあちょっとこう深谷的には口が山田洋平が口が開いてるように見えたんだと思うんで、それで2番手少し狙ったんだけど、まあ、やっぱダメだってことで3番手に収まった形になりましたよね。そこでこう体勢整えるのに少し時間かかった感じですかね。なるほど。そこをまあ真っ直ぐに行かれちゃったっていう感じだったんですね。まあ、最終バックの前ぐらいで、うん、ちょっと切り替えるのかなっていう風な動きも見えたんですけど、あの辺はどうでした？ちょっとね、まあ、深谷も行くのかなと思って見切りで踏んだ部分も合わせて踏むのかなって思ったんで、見切りで踏んだ部分もあって少し前に出た感じになったんですけど、まだ深谷がね足使ってなかったんで、もう一度こう深谷が行くのかもしれないなっていうふうに思って戻りましたね。そうです、戻りました、うん、あそこ切り替えて行ったとしたらどうなってたのかなっていうふうにも考えたけど、やっぱり増木と平原が2人で行ってしまって、俺がそれを追いかける形になっていくんで、まあ、深谷と会って、その後山田洋平と会って、まあ、結果はそんなに変わらなかったのかなと思うんですけど、まあ一応そこはトライしてみればよかったかなっていう少し悔しさはありましたね。やっぱりゴールデンレースは1回行かないか大きい。大きいですね。やっぱり2次予選もう1回勝負っていうことなんで、まあ、気持ち的にね、ずっと張った状態で過ごさなくちゃいけないですよね。まあ、昨日の話はここまでとして、今日1日お休みだと思うんですけど、うん、どうやって朝からどうやって過ごされるんですか？今日はね、はい、読書ですね。読書、うん、ちょっとやっぱりいろんなこう政治のこととかね、はい、社会情勢、はい、世界の情勢、麻雀のこととかいろいろと本を何冊も買ってきてますね、はい、それを見てこう過ごそうかなと思ってます。まあ、もちろんレースは見ますよ。レース見ながらその合間でリラックスしてってことですね。だから前件の日とか初日走らなかった日もそういう読書とか、うん、まあローラーでね体動かしたりとかする人もいるんですけど、はい、まあ僕は しないですね。ゆっくり休めて力をためてます。それをまた明日爆発させると。そうですね、この地元での日本選手権ね、最後かもしれないというふうに思ってますので、しっかり気合い入れていきたいなと思います。また親交のある麻雀で、うん、佐々木久人選手と滝沢奏選手、はい、うん、今ちょっと苦しくて明日がセミファイナル最終日なんですけど、どうなの、いけそうなの、確率は可能性的にはどのぐらい何パーセントあるんですか？だいぶ限界はもう気のせいじゃないぐらい、限界が気のせいじゃないぐらいになってるっていうことは、やっぱり自己分析っていうのはすごく大切だと思うんで、無駄なあがきをするぐらいであれば来シーズンに向けて準備を整えましょう。ありがとうございました。